今日う、ね、は友部千博さんにいくつかちょっとご見解を、ねはい、お聞きしたいなと思うんですけど、はいまあ、昨年、岸田総理が日本をめぐるあ安全保障環境非常に厳しくなっていますしアメリカとの関係もあるので、ねはいまあ、防衛費 GDP2%、はい、ということで、まあ、これ、すごいひと昔前だと1%でも、ね、大変だったのに2ってこれ倍増ですよね P の1%を GDP の2%に上げるってことは、うん、日本の自衛隊予算を2倍にするってことですよね。そうですね もちろん国防予算使って本質的には自衛隊予算ですよ。三菱、はい、重工には毎年4000億くらい自衛隊発注してると思うけど、これ、重工予算じゃなくて、自衛隊予算ですからね。そう,ねそういった意味で、じゃあ、自衛隊ってコストはどこにあるかっていうと、ほとんどが人件費なんですよ。うん、例えば陸上が一番多いですね、15万人強ですからね。で全体でいうと、予備兵までいたらもう30万機に規模の自衛隊、もう警察を買わなくないぐらいでかいです、うん、今の自衛隊って。その自衛隊員を、例えば25万人を50万、30万人を60万人にするか、できるか。うん そんなななことできいいしし、うん、やる余裕もないし、うん、じゃあ何かっていうと増える分は自衛隊員は変わんないんです人数は、うん、そこでどの武器を買うかです僕はこの間 MX テレビ行ったんですけどトマホークは申し訳ないけどアップグレードしてってるけど3までは使えなくてブロック45っていう最新のバージョンは4と5はアップグレードすると4をアップグレード5になるんですそれアップグレードしちゃだめなんで3はもう廃棄は決まったんですよ。4 5だってあれは対テロの やつで遅いし、うん、破壊力ないしいわゆる本物の中国とかロシアの基地なんか全然鉄板通らないですから、えー、そう実際シリアで50何発当たって敵,敵地攻撃力奪えてないからねであれってアメリカの上手に今戦争やってるそのウクライナ、まあ、もっと怖がってる NATO だったり、うん、日本に売るために4・5としてアップグレードしてとは思えないんですよ。うんうん、実際あの米の中は あ音速じゃなくて、実測、音速の8倍、9倍のミサイルを今、ガンガン主流としてて、というん、ことは日本がその中国に対してトマホーク撃つぞって、本当に撃ったとしますと、EG 水域の中にあるからに超音速というか、どンって東京飛んできますから、ね、<laughs> 迎撃する必要もない、ね、もちろん余裕で迎撃されるというのはジャで、GPS ジャミングされるし、迎撃されるんで、でその前に、これ、絶対使えないんですよ。なんでかっていうと そのトマホークというのは昔の,その巡航ミサイルなんでなんで巡航ミサイルをやるかというと発射するとき大体、艦射ですよねそのイージス艦です日本だったから撃ったときに、まあ、最初ちょっと上がるかもしれないけどできればこう低めに撃つんですよね。ですぐダイブするからそうすると船の高さと同じ高さを水面に飛んでいくんですよ。すと普通イミサイルというのは そのレーダーで、小域レーダーで、うん、あ発射されたや、つたっと追っかけていくんですけど、うん、最初に小域レーダーで、その辺のプレジャーボートと同じようなレベルで飛んでるんで、うん、分からない、うん、そして水面ぎりぎりを通ってってるんで、近づいても大丈夫だろうっていう想定、今はいや、そんな時代じゃないですよ、うん、宇宙から衛星で見られてるただ、40年前に設計されたとき、70年代の設計なんで、うん、まあそういう発想なんですよ、うん、そしてかい、弾道がちっちゃいんですよ、千、うん、本登壇なんで。本土壇ってどういうういいことかっていうとかそのの戦艦の 結構抜けないですからねあの今だったらその基地の装甲板抜けないぐらいのレベルですからだからシリアで50何発当たって全然敵地の奥奪えてないで,でも対テロリストだったら全然疲れるただ対テロリストは昔は巡航ミサイルで今のように言ってたんですよでも今は冷撃能力が上がっちゃってテロリストが持ってるこれのあるじゃないですかヒューンって飛んでいくやつバツ、うん、にウクライナであれでトマホークって撃ち落とせちゃうんですよ。はい落と,せるす落とせます なんだって550マイルでもそういう時代が来ちゃったんで今は逆にドローンで、うん、<laughs> 静かに行ってドカーンっていうのが対テロリストでもはや巡航ミサイルもなくなっちゃったんですけど、うん、だからおそらくそのだってアメリカの敵はやっぱりテロリスト国家だったりするわけ今でも維持してるのは間違いないけど対中ロとかいう論理になった瞬間に急に時代遅れになっちゃうんで,で僕自身はこれはアメリカ政府からもしかしたら 大量に買じゃないこの防衛ということの一つの例ですけど、うん、だからもしも買うんだったら同じ冷戦音が持ってる GPS ジャミングだったり、うん、アメリカから武器を買うにしても買うものある <laughs> 違うもの買ってるよう <laughs> 在庫処理を買っちゃってる <laughs> もうう古古いいねねちょっとこう人1週2週遅れの古い武器を、ね、無理やりこう かわされてだかかから無理やりかどうかは最後僕は単に無知なだけで、セールスマンってだって利益率の高い方を売っていくじゃないですか、そすね、車を、うん、その普通にディーラーからその売ってもらうとき、これいいですよって売ってくるのは、うん、本人にとって利益率が、会社にとって利益率が高い、うん、本人にとってボーナスがもらえるかで、うん、さっき言ったアメリカもしくはその中心で動かして、そこまで深く考えてじゃなく売りやすくて買ってもらえそうだからっていう話かもしれない、すでに在庫あるし、たくさん作ってるし。ただ 買う側が、いや、俺、それいらないでってこっちがいいって、女 <laughs> だって、僕、冷静音だったら幹部、普通に知り合いますからね、はい、だから岸田さんが知らないんだったら、私が冷静音の幹部と話して、<laughs> ちょっとトマホークじゃなくて、<laughs> GPS ジャミングドローン、スモーンを売ってくれよ <laughs> って、きっと話をすると思うんですよ、だから賢くなればいいんで。 今は買いわわざわざにになってるるように思えるうだからその一概に売ってる人に対してただのセールスマンなんだけど <laughs> だって根元の冷ンをとってはどっち売ってもらったらも同じだしうん、うん、だからそこは我々がもうちょっと反省しなきゃならないところだと思ってうん、うん、だから僕はもう必要だったら本当にもう岸田さんのところにそのアドバイス行こうかなと思ってる本当にそんなお金使うんだったらこっちのほうがいいですよって、うん、ただだからまずどうせ買うんだったらでしょ。あの 人件費じゃないんで本来の,その日本の自衛隊のコストのほとんどは人件費なんで、それは2倍ってことは全然出てこないんで、武器を買うか作るかじゃないですか、で買うものは賢いショッピングをする。うん そして作るのも賢くショッピングしないと結局、作るコストの半分がライセンス用でその原発みたいなもんですよね、向こうの軍では意味ないわけですよ。だから国産で、技術まで国産で純粋に国産で作れるものというのはこれはあの私も含む科学者いっぱいいるんでそれはいくらでも協力できる。